田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃない、ボリューム523、いいともグランドフィナーレ、のど輪落としの恩義は恩衆の彼方へ、秋元康閣下を一刀両断の爆盆、太田光ちゃま、グッドジョブ、負けるな真帆本、山口真帆パート3と題してお届けをばいたします。NHK というのはまあ困った番組も多いというふうに右翼の方もパヨの方もおっしゃったりしておりますけど、でも皆様思い起こしていただきたいんでございますけれども、山口真帆さんがツイッターで渾身の思いでですね、この理不尽さという世の中というもの、まあ指原様もですね、なんか最後には社会会社の厳しさに気づきました、私の一人の力で動くものじゃないんだって何度も声を上げたんだけどもっておっしゃってるけども、声の上げ方の切実さは全然山口真帆様の場合違ったわけですね。しかしこのことをですね、デイリースポーツも含めてどこも最初は取り上げなかったんじゃございませんか。最初に取り上げたのは1月9日の11時52分のファン2人がアイドル宅押しかけという NHK のニュースから始まったんでございますよ。新潟を拠点に活動しているアイドルグループ NGT48 のメンバー山口真帆さんのファンの男2人が自宅の玄関先に押しかけていたことが警察などへの取材で分かりましたと。でしかもその後不起訴になり釈放されましたということまで書いてるわけでして、所属先の事務所は担当者が不在で電話がつながらない状態が、続いていますと。でネット上では心配するファンなどの投稿が、相次いでいますと。でしかも山口様は、9日の朝にツイッターで先月公演が終わり帰宅時に男2人に襲われましたと、暴行罪で逮捕されましたがもう釈放されてしまいましたという話になってるわけでございますね。でしかもこの、山口さんと話がしたかった、大事になるとは思わなかったとこの25歳の無職と男子大学生は語って、暴行の容疑については否認したということでその後不起訴になり釈放されてるという、まさに釈放されたけれども釈然としないということを言ったのは NHK でございますからね。まあ、このあたりはですね、つまりそこの各メディアの体質なのではなくて個々の記者の心意気ということです。ヤッシーが述べる時の感覚の感ではなくてですね、感どころの感性、なんかクンクン匂うぞと。人間ってアルゴリズムになって数字的に、でもリトマス試験紙が変わる時って瞬間に変わるんですよね。でもリトマス試験紙が変わるかどうかってことを判断できるのはこれは人間の感どころの感であります。この記者にはそうしたものがあった、あるいは新潟日報という今まで県庁とかそういったことに関してはですね、なんか憲法の問題だの何だのは、見識のあるようなというかですね、大層なことをおっしゃってても、地方の自治に関してはこれは商工会議所の問題も含めて総論賛成各論反対で、いわゆる今までの既得権益に切り込めないというのが地方紙の限界でございますけど、今回は新潟日報もですね、 NHK も踏ん張ってるわけでございますね。そして会見の場でですね、突撃をしていたデイリーの記者も、自分たちは紙媒体売れてないけれども東京では少なくとも、でも、ネット媒体ではスポニチに次いでお金がガッポガッポ入ってくるようなマネタイズになったから行くぞって言うんで突撃してた。他の記者たちもね、ツイートを見ていたかもしれないけど忖度をしてしまったってことですね。しかしながらその後秋元様のご自宅にはどなたも突撃伝突しないということは、メディアというのは伝突してこそなんぼでありますから、そんな聞き分けが良い優等生でどうすんだと、政治部の記者と一緒かというふうに言われてるわけなんでございます。でこうした中においてですね、皆様ご存知の、太田光様が、なんか平成丸ごと大年表という行く時代来る時代という番組を、4月の30日になさったんだそうでございまして、あの時にですね、指原莉乃様に対して、あの新潟のグループに関してなんで秋元康はだんまり決め込んでんのという
爆弾を突っ込んだわけでございますよね。そしてそれに対して指原様が、え、それは私からはごめんなさいと言って、ヤッシーと同じ名字の、昔ヤッシーに選挙の時にお前に一票入れたよっておっしゃっていたですね、田中様が、いやなんかみんな周りが凍りついてしまってと言って、 NHK のなんかアナウンサーの人がなんかも凍りついてしまって無言になってしまってってんで笑いで終わったって言うんですけど、これグッドジョブじゃございませんか。そして本来はヤッシーがいろいろとですね、例えば池袋の暴走事故に関してもですね、暴言吐きますなんて、いや正論だって、いや鍵括弧のもう本当に硬直したですね、優等生のような正論ではなくて、これ皆さんが思ってらっしゃることですよね。そしてメディアってのは何のためにあるかったら、強気を壊すんじゃなくて強気をたしなめる、あるいは強気を正す、こんなんでいいんですかって言ってあげる、もっとこうじゃないんですかと提言してあげる、それがメディアのはずなのに、強気を助け弱気をくじくという、まさに未だに秋元様の肉声を取ってこない、ラジオに生電で出て長女が嫁いで嬉しいよって言って、あの旦那嫁っていう時代錯誤な言葉の T シャツのところのツッコミも入れないメディアというのは一体何なんだと。秋元様もしかしたらですね、美味しいものを食べ過ぎて痛風になったりですね、あるいは糖尿になったりして、あるいはちょっとあのベッドに横たわってらっしゃるのかしらと心配してた方もいらっしゃるかもしれないのに、ヤッシーのように血液検査尿検査しても全部何も全部基準値内という方もいるわけなんでございますけど、憎まれっ子世にはばかるという形で、秋元様だって本来憎まれっ子だったわけでございますから、世にはばかる上で説明責任をしなきゃいけないんじゃなかろうかと。そうした中ですね、突っ込んだ太田様、グッドジョブでございます。まあ太田様に関しましては皆様ご存知のように、今から確か5年前でございますかね、笑っていいともが最終回だということでグランドフィナーレという時に、まあヤッシーも番組当初からですね、だいたい4年間くらいずっと出てたんでございますよね。ヤッシーがまだ25とかそのくらいの頃から。でそうしましたらですね、ヤッシーがこう座ってたら急にあの木梨さんがちょっとっつってヤッシーを呼び寄せで、私のそばに座ってらっしゃったのがあの橋田須賀子様とかですね、いろんな方が座ってたんですけど、で呼び出されて出てったらですね、急に太田様がですねヤッシーを喉輪をかけてゴワンってやったって。でヤッシー別にあのプロレスプロじゃございませんし、プロレスの練習してたわけでもなかったんですけど、非常にしなやかにゴンと言って、まあ加圧トレーニングを当時からやっていたり、あるいはもうヤクルトのですね、選手からアメリカに行ってトレーナーになられたという方のスポーツトレーナーに足を週1回ついて、やっているので、非常に受け身が上手だと。あれ下手すると本当に首とかいっちゃうかもしれないわけですよね。あの場で生放送中でヤッシーがあそこで脳震盪を起こしただけだって放送事故ですし、ヤッシーがそこから立ち上がれなかったらどうすんだと。でまあ太田さんもまあオマージュとしてやったんだけれども、やべえって思ったらしいんですけども、ただその後あの爆問の番組の中で田中さんが、ヤッシーがこう自分で立ち上がって、でも田中さんにですね、田中さんが田中さんにもうチュッてキスをしたと、もうでもすげえなって言われたっていうことでございましたけど、ヤッシーさすがにあの後はですね、妹があの、ご存知のように放射線科を、整形外科放射線科やっておりますから、妹のところに行って MRT と CTO で自費で取って問題なかったんでございますけど、あの時にタイタンからはですね、何のいやお医者さんに行ってくださいと、診察代出しますってお話もなかったんで、これ自費で行ったわけなんでございます。太田様その後この間どっかでこけちゃった時かなんか救急車に乗っただかなんだかで大変だっつって行かれたってんで、まあ奥様であられるタイタンの太田光代様がお出しになったのかもしれませんけど、ということでタイタン結構渋っちいなというふうにヤッシーの事務所も言ってたわけなんでございまして、お花1個来なかったと、お菓子1個来なかった。でも今回もさすがに秋元康様に対してのですね、 NHK の生放送でのこのぶち込みというのは本当にあのなかなかで、先週のですね、私があのナイツのチャキチャキ大放送の中でナイツの土屋さんと TBS の出水さんがどうも仲がいいんじゃねえのかということで、もしかして芝生の関係というツッコミをして、ね、TBS のラジオ番組の方が皆さん大爆笑しちゃうという形がございました。
この間ずっと申し上げてるんでございますけれどもね、秋元康様は AKB、AKS の創始者でございますよ。金作もしたんでございますから。それを今は運営と違うから、彼は総合プロデューサー、当て職じゃないんですよ。当て職ってのは何かっていうと、よくまあ社外取締役と同様に何とか委員になってるとかではないんですよ。そしてもっと言えば AKB グループのデザインを作ったのは秋元様じゃないんですか。とするとですね、ドルチェ&ガバーナであったりですね、最近はあるいはバーバリーであったりプラダであったりグッチだったりが CM で炎上すると、あるいは作ったデザインがそれは非常に性差別じゃないかとか人種差別じゃないかっていう時にはデザイナー自ら謝るわけですよね。デザイナーは雇われているんだ、自分で始めたかもしれません、ドルチェ&ガバーナも。でも今はもちろん資本家が入ってるかもしれない。だからドルチェ&ガバーナは単なるデザインをしただけだなんて、そんなことを言いますか。本人の名前でこの間の CM は非常に中国に対しての蔑視であって、これは私たちの歴史認識の問題であったとか、あるいはナイキだっていうわけですよね、グッチだっていう、プラダだっていう、バーバリーだっていう。なんで AKB48 グループの総合プロデューサーがこの問題に関しては直接関係ないなどというですね、極めて杓子定規な縦割り行政のようなことが党の本人だけでなくて日本のメディアにおいてもまかり通ってんですか。このあたりが日本のメディアというものが自分の名前で記事を書くというですね、バイラインということ、あるいはバイネーム、その人を指名して行うということ、名指しをする、名指しをするというのはいじめることではございません。より良い社会にするために私たちは至らなさを改めるに宿はなしということが大事なわけでございまして、それが世界的なデザイナーですら至らなさを改めるに宿はなしと言って謝るときに、他方でうちの長女の結婚は嬉しいなどというですね、言葉を電話を直伝しながら他方で黙り込んでいる。そしてそこに突っ込むことができない芸能ジャーナリズムだけでなくてですね、いわゆる記者クラブというものも、これはまさに世界的に見ればオリンピックを開く、 G20 を開くなどと豪語しているときに、福一の問題がこの平成30年間に起きたこととして、東日本大震災というのは書かれていても、チェルノブイリよりも、あるいはスリーマイルの事故よりも深刻なことが起きて、そしていまだに1万人を超える多くの人たちが仮設住宅に住んでいるというですね、いわゆる発展途上国をですね、笑うことができないような日本の状況を30年間の中のまとめとして誰も伝えなかった。その中で、太田光ちゃんはなかなかグッドジョブなんで、ヤッシーもこうやって、体が今のところ丈夫でございますから、もしあの時ですね、太田様の投げ方がやばかったり、ヤッシーがその受け身がうまくできなかったら今頃どうなってたかということではございますが、ということで本日はパート3までお届けをいたしました。山口真帆様の問題、強気を助け弱気をくじくではいけないということでございます。強気を正し弱気を共に支え合うという中から、私たちの希望のですね、新しい時代は始まるというお話をさせていただきました。パート1パート2、またその前の方の部分もですね、ぜひまとめてご覧をいただければというふうに思っております。なおちなみに、そのもともとヤッシーが太田光様に投げられるきっかけとなったのは、ヤッシーが笑っていいともに出てる頃に、なんかむしゃくしゃしてらっしゃったですね、当時はビートたけしさんとおっしゃった北野たけし様という方が入ってきて、お田中なんでこんなとこ座ってんだって、ヤッシーの椅子をひっくり返してですね、ここでもヤッシーはちゃんと受け身ができたと、そして突っかかりもしなかったって、向こうが突っかかってきて、なんか一人、ヘリコプターをなさったというような形がございましたけれども、まあ、ちなみにその方をですね、最初いろんな各新聞でもですね、このビートたけしさんの初期の本を全て手掛けたと書かれた高瀬義満さんという、私も何冊か本を出させていただいて、ウィキペディアにも書かれている、この方の葬儀になぜか太田プロダクションからは磯野さん社長、そして専務のお花も出ておりました。ハワイに美味しいものを食べに行くために行ってしまった、幻冬舎の健丈徹様はお花だけ出されて、朝殿で
高瀬と呼ばせてもらう高瀬という短い文章をお読みになられましたけれども、なぜかこの北野武史様からはですね、朝殿もお花もそして参列もなかったということはですね、やはり私としてはですね、義理人情というものが最も大事だと言われている芸能界のみならずこの日本という社会においてですね、果たしてそれはどのように後世評価されるのであろうかということもあえてここで付けて加えておきたいと思います。